一旦じゃあいただきましましょうかね。ではいただきます。どうぞ。そうそう、これもねよくある ね、あるあるですよね。いやでも今やっぱりシューマイにからしを直接乗せるですよね。直接乗せます。俺も直接乗せます。シューマイにからしを直接乗せる、ポンポンポンってこうつけていくって感じ。ああやりますね、あるある。以前同じくこの横浜オーカーのツイッターのアカウントでですね、普段はこう情報を、例えばこんな商品が出ますとかこんなイベントがありますみたいなのあるんですけど、ちょうど夜中に多分煮詰まってる時に僕が今からシューマイ弁当を食べますっていう実況のツイートをずっとしてたんでちょっと夜中お腹減ったんでシューマイ弁当を昼間買っといたら食べますってこんな風に食べてますっていうのをツイートしてたんです。そしたらすごくこういろんな人がお叱りのですねツイートが来まして、食べ方はそうじゃないですなぜ初めにそんなものを食べるというのをですね、なるほど、びっくりすることをいただきましてですね、なんかやっぱりそれぞれ、特に横浜市民神奈川県民の皆さんはその食べる順番っていうのにこだわりがあるんだなというのはとっても思いました。まずシューマイを食べたらダメなんだとか、僕はね、多分タケノコから食うかな、数あるし。そうですね、本当にお客様によって様々でして、シューマイからっていう方もいらっしゃれば、タケノコからっていう方も多いですし、中にはシューマイ弁当ですと、あんずから食べるっていう方も。なるほど、納得していただけるんですよ。あんずを先に食べるとこう、唾がよく出て、こう食欲をよりこう湧いた後に食べられるということで、そういうお話も聞いたことある。アペリティフ的な食事をしてるのかな。ちょっとお紙を口に入れてから、はい、ちなみにうちの社長はシューマイ弁当のご飯の梅干しを横にちょっとどけて、その梅干しの塩が染みたところからご飯を食べるのが多いです。野波社長、はい、なるほど。お弁当屋さんということで、やはりご飯が美味しくないと駅弁として、ご飯命だと、はい、まずご飯を食べてからということで、お弁当の蓋についたご飯粒から食うっていう人もいますよね。ああそうですよね、確かに、はい。14種類ということですので、お隣の方とこれを比べていただくと、全然違うという。この顔が違うものが入っているから。どうですか、こんなですよ。これ。え、ちゃんちゃんこは一緒？あ、表情が違うんだ。ちゃんちゃんこは一緒ですよ。ああ。顔だけでしょ。あ、表情が違うんだ。写真撮りましょう。撮ったんですから、みんなで。はい。自分の処理なんか覚えてます？大丈夫です。はい、大丈夫です。
ちょっと先にこっち見て。今回デザートにもひょうちゃんが紛れております。そうなんです。今見ました。写真撮ってありました。ありがとうございます。これレアですよね。杏仁豆腐。あ、ひょうちゃんの寒天。あ、寒天が入った杏仁豆腐。寒天が入った杏仁豆腐。すごい。向き変えますよ。向きそっち向きしますよ。大丈夫ですか。はい、放射状にしていい。あ、放射状がいいか。あ太く太く回収っていうルールにしてはうちらが全部もらっちゃえばよかったな。オークションです。14種類セット。お、なんかいくつか上がってきましたね。お、早速ひょうちゃんの観点を上げてますね。あ、これか。そうですよ。あ、これだ。いや、遅いですよ。これはゼリーにもついてくるんですよ。私がコミの方であげたらもう結構100ぐらいのいいねが来ちゃって。ああすごい。100はすごいな。だいたいコミの中でもう崎陽軒の今回のやつとかお弁当とかゼリーとか、はい、で、ひのひのぎ店が最近オープンして、はい、そういうのあげるって100ぐらいもういっちゃうんですよ。崎陽軒ネタはもう本当にこう評判がいい。はい、あ、なるほど。美味しいな、ね、美味しいんですよ。嬉しいのだから。あれはやっと買いだったので、ね。僕らもウェブメディアもやってますけど、本当そうですね。アクセスが取れるって言うんですかね。確かに。なんと申します。確かに。確かに。ではやっぱね、本当にみんなが、本当にいいねとかね、うん、もうシェアとかリツイートとかってしてくれるネタの一つですね。うん、まあ、ビール、ラーメン、崎陽軒ほんと、みんな好きですよね。あ、これは、これなんだ、R 違うんです、それ B なんです、スターマンを書いた。あ、これ、こういうと見えるんだね。そう、なるほど、ベイスターズ、スターマンね。はい、素晴らしい。コラボしてるね。なんか、ベイスターズ賞とかもらえるかもしれないです。そんな賞ないんでしたっけ。これおかしいね、この表情。ひょうちゃんの還暦を記念しまして、シューマイの中に通常 の青い絵柄のひょうちゃんに紛れ込んで入っているものでして、はい、そちらが8月で期間は終了してしまったんですが、今回まだまだひょうちゃんの還暦イヤーということで復活させまして、6月からやってたんでしたっけ。あ、1月から。還暦ひょうちゃんが入ったのは1月からですね。要するに当たりとして入っていた還暦ひょうちゃんが漏れなく入ってるわけですね、これもね。ひょうちゃん弁当の販売は7日間で30日まで、今月の30日まで、神奈川県の13店舗なんですが、販売しております。300食かける7日、はい、2100食限定なんですよ。そのうちの10食、14食。そうですね、その、どんなに、特別にご配慮いただいて。